あ、切るわ。どうだった？そっちは？あ、紹介するよ、キルア。この子は人形師のレツ。さっき知り合って友達になったんだ。よろしく。友達？お、レツってすごいんだよ。まるで人形を生きてるみたいに。そんなことより俺たちにはやることがあるだろ。そうそう、そのことをレツにも相談したんだ。そしたら心当たりがあるって、調べるの付き合ってくれてさ。いろいろ一緒に見て回ったんだけど、今日は見つからなかったんだ。本当か？ああ、でも大丈夫、明日も手伝ってくれるって。はっ、なんか当てになんない話だな。ゴン、なんでこんなやつ連れてきたんだよ。え、何？心当たりってのも怪しいもんだぜ。実はカッパライとかじゃねえの？キルア、なんだよ。僕はゴンに頼まれて手伝ってるんだ。なんで君にそんなこと言われなきゃいけないんだ。謝れ。うるさい。レツ、二人は本当に仲いいんだな。羨ましいよ。別に。レツは一人で旅してるの？うん。もしかしてその人形ってレツが？もちろん僕が作ったんだ。へえ、すごいな。レツならきっと立派な人形師になれるよ。サンキュー。よかったね、レツ。うん。ゴン。うん。早く行こうぜ。え？うん。レツ、ありがとう。レツはここまででいいよ。いや、はっきり言って足手まといだし。なんだよ。せっかく案内してあげたのに。レツ、違うよ。そういう意味じゃないよ。ずっと男の子のふりをしてたから、こんな風に優しくされるのが初めてで。ゴン。うん。何やってんだ。行くぞ。うん。じゃあレツ、行ってくるね。気をつけてね、ゴン。ついでにキルアもね。私と付き合ってな。分かった。はあ？お前、分かったって本当に分かってんのかよ。うん、でもまあ何でもするって言ったし。あんたも納得できんの？こんなやり方でさ。関係ないでしょ、私たち二人の問題なんだから。私たち二人の問題？まともに相手しない方がいいぞ、ゴン。こんなやつ口挟まないでちょうだい。私たち二人の問題なんだから。おめえはそれ言いたいだけだろ。もしかしてお前さ、ん？デートとかしたことあんの？うん、あるよ。キルアはないの？デートしたこと。ねえよ、あるわけねえだろ。お前と会ってからはずっと一緒だろ。そっか。そうだよ。本当はこれからだってずっと。やばい、くじけそうだ。自分で決めたことなのに。だって本当だもん。いいから、もう行きましょう。くそー、俺一体何やってんだろう。いやいや、くじけるな。どこまで行くつもりなんだ。